プレミアム G1 第24回マスターズチャンピオン準優勝戦ラストカード第11レース、1号艇三重の井口義則、2号艇福井の今垣幸太郎、3号艇愛知の赤岩義雄、4号艇群馬の柴田光、5号艇静岡の後藤正宗、6号艇兵庫の山本孝之、安定版装着しての戦いです。北東からの風が続いています。気温は14度のコンディション。1号艇は井口義則、今大会から参戦の銀河系からこの井口義則が予選トップの座をつかみました。ドリームまくり解消からパワー充実、1号艇井口義則の陰線です。2コースが2号艇の秋光太郎、第20代の名人、前回大会のリベンジ果たすべく気迫の攻めをつけています。2号艇今垣、3コース的確なレース運びは3号艇赤岩義雄、4コース角が4号艇柴田光、勝負がけ成功。さあ G1 初優勝かけて、5コース5号艇後藤正宗、マスターズチャンピオン初参戦で予選突破、 G1 2度目のファイナルを狙います。そして大外6コースが6号艇山本孝之、銀河系、ここまで手がかかまとめてきました。第9番、3対3準優勝戦ラスト第11レース、1番2番3番4番5番6番と並びスタートしました。準優勝戦第11レース、アウト勢がスタート踏み込んでいった。一周の1幕、まずは1号艇井口が逃げる、4号艇の柴田が外を攻めていった。さすが2号艇今脇を、3号艇6号艇も逃げていった。1号艇井口が先頭、スタートは前提正常でした。1号艇井口が先頭、2番手2号艇今脇、そのアウトから4号艇柴田が2人とマーク、内を取っては6号艇山本が接近。一緒にマーク、先頭1号艇井口、2番手6号艇山本が先取った。さすが2号艇の今垣、全速旋回は4号艇の柴田光、2番手は2号艇の今垣幸太郎リード、4号艇の柴田が3番手、すぐ後ろから6号艇山本追走、後続は5号艇後藤、3号艇赤岩。1マーク、先頭1号艇井口、2番手2号艇の今垣、続いて6号艇山本先に待った。パス4号艇の柴田光3番手、上の3艇は1番2番4番の体型、その後ろ3艇身4艇身空いていく。6号艇は山本孝之、後続は3号艇赤岩義雄、5号艇後藤正宗。レースは2周2幕の展開です。1号艇の井口がトップターン、2番手が2号艇今垣、3番手が4号艇柴田が折り返した。レースはこれより最終周回、準優勝戦ラストカード第11レース、さあファイナルポールポジションへと向かっていく。1号艇は井口義則、逃げて主導権を奪いました。1号艇井口が先頭で今3周1幕をクリアし、3位のバックへと入っていく。2番手が2号艇今垣幸太郎、3番手が4号艇柴田光、キープして向こう正面です。最終枠上の3艇は1番2番4番、この1、2、4、3連単の図 12.8 倍を指しています。最終開幕の旋回です。1号艇井口義則、今トップで戻ってきました。2番手が2号艇今垣幸太郎、3番手が4号艇柴田光、準優勝戦ラストカード第11レース、まもなくゴールです。1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン。